あの綺麗な人、一体誰なんだろう。あんな夜中に劇場の中にいたということは、帝劇の人なのかな。でも、ここに来て1ヶ月、一度も会ったことはなかったし。はぁ、もう一度会いたいなぁ。やきもちやか、忘れてた。さ、みんな、張り切って周知しましょう。なんや、さくらはん、えらい張り切りよろな。ふん、昨日の失敗でちょっとは懲りたんじゃないかしら。ねえねえ、さくら、お兄ちゃんがいないよ。どうして？昨日遅くまで舞台の修理をしてたから、寝かせてあげましょう。来ましたので。みんな、修理は中断よ。司令室に集合して。待ってましたね。いよいよ、うちの工具の所持やな。行きましょう、みんな。かっこええな。パパンって。緑色なんや、コーラ。赤とかかと思ってた。帝国歌劇団花組、出陣準備完了しました。うむ、クロノス会は芝公園を襲撃中だ。芝公園、確かあそこには最近帝都タワーが建ったばかりだわ。そんな大事なものを破壊されるわけにはいきませんね。帝都タワーは東京全域の電波の発信中継地点なんや。あそこを破壊されたら軍の暗号通信からお茶の間のラジオまで根こそぎパーやで。しかし班長、芝公園までの距離を考えると後部ではとても割り合いません。分かっている、心配するな。今回は小なんて読むのこれ、クジラやな。なんて読むの、小読めねえ、小読めない、読めないよ。何丸って読むの、書いてるかな。ちょっと見て、探しして。いや全然わからんな、書いてないな。どこにも書いてないな。読み方誰か教えてください。で、出陣する。小ゲーム、書いてた次に。小ゲー丸って読むねんな。なるほど。はい。そういうの、白ゲーとかって書いてたな。どっかのやつ。どっかの漫画でな。忘れとったの。小ゲー丸にも、ついに出航の日が来たんやね。つまんない。アイリスまたお留守番なの？アイリスの後部も直できるよって。ここは辛抱やで。うん、よし、大神出動命令を出す。はい、ほら頑張れよ。帝国歌劇団出動せよ。目的地芝公園。了解。腕が鳴りますわ。コーラン頑張ってね。頑張りましょう、大神さん。うちの戦闘服姿、大神班は初めてやな。結構似合うとるやろ。もちろんよく似合うよ。よっしゃ、張り切っていこうか。よし、総員後部に乗船、出席準備に入れ。そうか、あれ一人にしたら一人だけの好感度が上がるんやね。さ、うちの可愛い後部、いよいよあんたの出番やで。うちと一緒に頑張ろうな。ここでまさかの声を入らんので、私が読み上げるんやね。けど、よっしゃ行くで。ピッコーラン、今日が初の晴れ舞台や。
聞こえた。ここがどうしても音楽がさ、エヴァンゲリオンの音楽みたいに聞こえるの、私だけかしら。タッ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 って、ここの曲が。エヴァの映画みたい、映画じゃないわ。あ、すげえ。あ、すげえ飛んだ。ああ、ほんとクジラみたいなお顔。すごいな。白芸ならぬ紺芸みたいな感じだな。黄金。紺に緑色やと賢く見える。わかるわ。いやー、大丈夫、みんな逃げて。なに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 、あのまがまがしいの。オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ。びっくりした、びっくりした。急に何言い出すねんと思ったら、オンキリキリ、何、オンキリキリバサラウンバッタって何なんか新しい新種のバッタの名前呼んでんのかなと思ったよ。ごめんごめん、びっくりした。その顔ドアップやめて、こっちみんなびっくりした。あー、なんか沈んでいくわ。ドラえもんのドンブラコみたいな道具使ってる。的の門は見えたり。そこまでや。帝国歌劇団参上。おのれ、帝都タワーは後回しだ。先に奴らを始末してくれる。こんな高いところに行ってんの。敵全体、ん？敵を全滅しなさい。そうしなくては帝都タワーは守りきれないわ。ちゅうことは帝都タワーを破壊されても、破壊されても任務心配っちゅうことやな。よし、帝都タワーを守ってみせる。待ってください、少尉。敵にはすでに大掛かりな戦闘準備を備えています。これは砲弾のようですが、横に並んだ目標を狙うようです。破壊して進みましょう。これは蒸気スタンドです。耐久力を回復できます。ここを確保すれば有利ですね。戦場は分かった。よし、戦闘開始だ。移動しましょう。優勢的にはこっちをここ行かないといけないから、でここを取らないといけないから、ここ先だね。こっち側を行かないといけないけど、こっち側にも行かなあかんのよ。ちょっと大変よね。まあとりあえず、攻撃は、お、入るじゃない。ほら、ダンダダダダダン。お、すげえ強い、58。次の目標はどこ？ね、攻撃範囲広いですね。いいですね。あ、ギリ届かないのね。なるほど。そうか、上にはちょっと弱いんやね、マリアさん。そういうことやね。そうか。上に攻撃できるんか。無理かな。やっぱ上攻撃はできひんのか。そうか。うちが応援してるで。ありがとう。
けねえな。無理か。やっぱ後者になると無理っぽいから、みんな上に移動するしかないね、今回はね。どん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 移動範囲を広げてって、こっちにも回したいけど、どうしようかな。こっちで回すか。どうした？あー、なるほど、そういうことか。なるほどなるほど。痛いね。集中狙いされる。痛い痛い痛い。さあ動いてきたね。やばい。集中狙いされるか。10。やばい。大神さん回復しなあかんな。あれは10世紀頃うちの国で開発された河川っちゅうものや。河川？士官学校で習った空飛ぶ爆弾のことか。そうや。でも本物にお目にかかれるのは初めてや。気ぃつけてな、みんな。行くで、うちの初仕事や。なるべく上を先に取りたいから、こっちに行きましょう。どっちみちどっちか一体やから、クリティカルがどれぐらい入るかな。はい、かはい。あ、なるほど、そういう感じなんやね。あ、強っ。62やったやったで、うちの初白星や。よし、この調子だ。先に攻撃、通常攻撃をしておきましょう。そこ！そこ！ 60。移動だけしとこか。
かして木に行ったら落ちて、これで落としきれる。OK、やったわやったわ。で、移動じゃないな、攻撃を、そうか、どうしようかな。確実に一体落としておくか。いや、こっちやな。そうか、悩ましいところだな。いや91、よし回復、自分に回復できるね。よし、OK。50回復。攻撃が、まあ、いけんねん、これがいけるから。攻撃をして、それ !28。で、回復を、あ、でも、オープンさんいけるかな？いけそうやな。前出すぎても危ないか。とりあえず上を攻めてかなあかん。あ、なるほどね。ああいう感じで回復するやね。オッケーオッケー、理解理解。12、なあ、大神はん、うちはどう戦えばええやろか。方法で当たりや。さすが隊長やな、うちの能力よう分かっとるで。敵が固まっているところにうちの攻撃が役に立つで。攻撃範囲はここからじゃまだやから、移動してここまで出て、で、攻撃をここ真ん中にしたら最後かな。いくぞ！57、56、56、OK。で、次の目標はどこ？移動してこれを潰そうちゃうな。そこ！よしよし、56。私が頑張んなきゃ。で、さくらちょっと一回降りてきてもらおうか。ガシガル。こっちやったらさくら落とせるやん。さくらっても。どうするか。じゃあさくらに一回降りてきてもらって、移動してもらったら申し訳ないところやけど、攻撃でとりあえず落としてしまおう。せっ！スミレ城はあれの横まで行けるから、私の出番ですわね。スミレ城はここまで行ける。
けるから飛んでてしまって、で攻撃、はい、落ちきるか、あー無理か、まだ回復するやん、めっちゃ回復するやん、満タンでしょうか。攻撃先、よし、ほい、58 57 61、どう、あ、ここ上がられへんのか、こっちから上がらない、あ、待機でよかったんちゃうかな、じゃあ次の目標はどこ、そこまだ足りひん、移動してもらおう、私が頑張んなきゃ、あ、ここか、なるほどね、これ2段分やねんや、なるほどね、理解理解、さっき移動やな、私の出番ですわね。違う。さっきの攻撃。はい。OK。やりましたわ。OK OK OK。で、移動を。はやー、動くの船、攻撃し、あの回復しといてよかった、やつ回復しすぎちゃう、ほんなら、行くで、せやんな、そうなるよな、あ、一入る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 、先にこれを攻撃してしまおう、ほい、船、これでここは全部ですね、オッケー、やったね、で移動しよう、で次移動をしたい、あ、本当や、走れる、ありがとう、私の出番ですわね。OK。よし。OK。あ、帰ってった。違うな。大神さん狙いね。なぜかな。ほんなら、行くでー、 OK、 で、大幅に移動できるからこの辺まで行ってもらおうかな、どっちやろ、ここかな、
らんのか、そこ入らへんのか、ギリ入らないのね、それは。はい、入るかな思ったけど無理やったね。 C68 強い強い。そこ。オッケー。はっ。オッケー。三。ああ、そうか。地味に届かんだね。あと、ここだけやね。どうしようかな。回復もしに行きたいところやしな。強いね。あいつずっと回復してんな。僕気なすいね。あ、動いた。科学をなめたらあかんで。攻撃で、あ、入らへんのか。そうか、上すぎるんか。上に行こうか。ちょ先に。移動して。移動して。どこでもええっていうのが強いところね。でもここにおる必要性はないから。こっちにも行かなあかんかな。おほー、入らへん。しゃあない、直接的に行くでー。オッケー、やったで。敵はすべて片付けたな。いいえ、あれを見てください。はい。なんですの？この異常な容器は。化け物？容器とか化け物とか言ったらあかんよ、レイちゃん。バレるよ。
中身がレイちゃんやってことがバレるよ、やめときな。容器って言ったらもう本当にさ、火の霊しか出てこんからやめて。なるほど、こやつらがサタンを。貴様何者だ。我は天界、偉大なるクロノス界の総帥、帝都の最初にして最後の支配者である。なんかこの声優さん、なんかでこの間聞いたな。誰やったかな。何、我が野望を阻む愚か者どもめ、図が高いわ。うぬらに我が相手は務まらぬ。あ、なんか出てきた。前き私が聞いたやつも似たようなんやってたから、もう本当にこういうキャラがハマり役なのよな。何？隊長、今までより敵、今までの敵よりも強力です。強力です。防衛中心の敵、陣形でいきましょう。科学をなめたらあかんで。さっき攻撃しましょう。ここで攻撃で、あ、入らへんのか。そうか。とりあえず一マス、二マスだけ押してみる。行くで。もう絶対減らへん。死にたいなら前に出なさい。状態。マリアさん今あんま出てほしくないから、でも移動するしかないしな。マリアさんの攻撃範囲ってどこや。ここまで出て入る。とりあえず行ってみるだけ行ってみよう。はぎり入らへん。くそ、ギリ入らんから、体制に入っていきましょう。移動で、さくらとかも全然無理やから、エズクだけ行って、うちが応援してるで。で移動しましょう。移動して来たらこの辺にいたいところはではある。入らんのかい。クソ、お嬢も行かれへんから。でも回復もしたんやから一回ちょっと引いとこう。でスミレ城も防御体制で、今一番危ないのはコーラ。大丈夫か。耐える？耐え、よしよしよし、耐え、正面から戦っては勝ち目はないわ。蒸気スタンドの上に乗って機械を伺うのよ。この声、本当に誰なんでしょう。とりあえず攻撃。ちょっと待って。必殺技を使ってみましょう、せっかくなんでね。頑張りや、うちのチビロボたち。ホイールみたいなのがいっぱい出てきた。こっち行ったらレアホイールになるよ。大丈夫？よし、これでどれぐらい？76、76、勝ってえな。で移動でちょっと大きく逃げましょう。大きく逃げましょう。あんまり行ったらあかんって言われてるから、1個隣で、ここやったら範囲内。必殺技も入るね。オッケー。スネークアチカー。よしよしよし、ちょっと待っていこう。私が頑張んなきゃ。前行きすぎたらマジで危ないから、必殺技の範囲
オッケー、オッケー、その範囲ね。移動して一個上がって必殺技。あ、もっといけたな。まあまあいけるでしょ。覇者決戦、オオカ方針。オッケー、オッケー。なんか赤いゲージが溜まってんのがすごい気になる。うちが応援してるで。気になるんやけど。必殺技の範囲は特にない大神さんやから、大神さんは移動をしていただいて、なるべくちょっとみんなの近くに入れるようにしておきましょう。で、防御。私は一回あの回復をしていただいて。63。くそ、なんて強力な。敵の本体のパンチしたわ。これから小ゲーマルで攻撃します。着弾点にいる人は退避して。あれが本体のようね。本体を倒せば亡霊も消えるはず。あとは任せたわよ、大神隊長。了解、全機体集中攻撃せよ。ほんなら、行くで。さあ、先に攻撃をしてしまいましょう。攻撃して、あ、じゃあこれ攻撃する意味がないのか。でも影に押っつけ回されてもめんどくさいけど、とりあえず先に攻撃をして行くで。下に移動しなあかんから移動はしましょう。ここからの方が早い。違う、ここだ。回復をできるようにしてもらったから。そこ！下がってもいい気にするけどな。ここにおったらここは下げるから、ここで防御移動してきた。分かってきたね。なんや、決定の大きやな。で、移動して20貯めた。科学を舐めたらあかんで。まだまだ下か。入らんのか。ギリ入らんね。オッケー、回復した。死にたいなら前に出なさい。状態50までやから50移動して。うわ、ギリ入んねえな。ギリ入んないんか。正面よし、入る。はあ、お、結構入るぞ。移動。
するか。さくらここの横に移動しといて回復を積んどこう。ここでこうやってね。よし、そっちの方が。うちが応援してるで。で攻撃をしよう。本体に攻撃したいところや。本体がまた遠いから、これでこいつは動いてはこうへんから。あ、戻せるんや。誰かこいつの相手をしなあかんもんな。よし、上がってきた。やばい、どうした、どこに向かっているの。様子が。大神将尉、敵本体の目標は帝都タワーのようです。たどり着く前に破壊しなさい。なんだって、クソさせるか。なるほど、ここやったら攻撃いける。神崎風神流胡蝶の舞。かっこよ。よし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 、削れてる削れてる、いいよ。痛い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 。71バカ野郎。あ、溜まった。移動しましょう。移動してここやったら入る。30。移動をしましょう。絶対移動をしましょう。あ、そこ必殺技があったのか。まあまあ、とりあえず防御して。32。まずいで、帝都タワーを爆発する気や。それにも、それまでにはタオさんと。さあ、移動しましたね。タブ。よし。ほんなら、行くで。攻撃を先にしてしまいましょうね。で、上に移動させへんようにしなあかんから、ここを押さえとく。とりあえず移動すんのに、そうか、降りてせきすぎたらあかんのか。よしよしよし、いい感じいい感じ。頑張ってよ、大神班。あ、よ。違う。移動。
33。そこから大丈夫、大丈夫、大丈夫、よし大丈夫。うどうした、よし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 。でも熱の動きを止めなくては。で、移動をして、移動をしたいけど、回復、さくらの回復がやばいから、抹殺って言ったな。危ねえ。科学を舐めたらあかんで。攻撃。ほら。よし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 。で、移動をしましょう。一応移動をして、ここにおったらミナルさんになるから、適度に。私がいれば当然ですわね。大神くん、よくやったわね。ほら、あれ行こうか。勝利のポーズ、決め。かわいい、やったご苦労様。え、こちらが帝国歌劇団副司令、花屋敷支部長班です。あ、え、副司令藤枝あやめです。よろしくね、あやめさん。あやめさん、はい、よろしくお願いいたします。操作プレイヤーシンクと申します。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。隊長には瞬間の判断力が必要よ。あなたには期待しています。しっかりね、大神くん。はい、ありがとうございます。 はい、頑張りましょう、頑張りましょう皆さん。ああ、おのれ、帝国歌劇団め、あくまで逆らうのか。ならば、この天界の真の恐ろしさ、たっぷりと教えてくれるわ。四天王！帝都殲滅、抹殺！帝国歌劇団！やばい、いっぱいちっちゃいのおる。さよなら、私の青春。さよなら、私の恋。私の時間はあの戦争で止まっている。次回桜大戦、俺は隊長失格。大正桜にロマンの嵐。胸の痛みはロケットだけが知っている。